どんどん行きましょう。はい、シャッターチャンス、こちらの皆さんシャッターチャンス行きますよ。はい、どうぞ。はい、来ました。はい、次こっちシャッターチャンス行きます。こっちね。はいはいはい。はい、行きましょう。はい、正面の皆さんシャッターチャンス行きます。はいはいはい、まあ、かわいいピースの五百円衣装が出ましたね。はい、かわいい五百円衣装。はい、インスタ映えする五百円衣装が出ました。さあ、そうそう、ラスト、レンチャン行きます。レンチャン行きますよ。はいはい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、シャッターチャンス、どんどん振ってください。はい、シャッターチャンス、はい、どんどん振ってください。シャッターチャンス、はい、シャッターチャンス、はい、終了。シャッターチャンスのご覧さん、ありがとうございました。撮れましたかね。ユーデビル最後の五百先生の動きが激しすぎて、ね、キレ良かったね。キレが良くても沖縄子供の国の猿みたいでしたけど。誰が猿よ。キレがいいっちょはいいけど、猿に例えるな。お前は逃げるなよ。私は自由だよ。檻に入れられてないよ、私は。今のシャッターチャンスって話しましたけど、五百先生の写真撮ってもらいましたけど、はい、小役先生と一緒に写真撮りたいなっていう方いらっしゃいます。あ、いいね。あ、いや、撮りたいんだ。ああ、よかった。そうよ。お父さんに、いやいや、連れてこいって言ったら絶対違うよね。あ、そして、はいはい、雨もらってありがとう。ボタボタったからね。ありがとうね。写真撮りたい？写真撮ろうか。俺から待ってるやつだね。まだ撮っていいよっては言ってないよ、こっちは。あんたが掘ったんだろ。いやいや、そうですけど、あの中でもう遠ざかないって言ってるから。他にもいますかね。大人も大関係ですよ。あ、はいはい、撮りたい。おいでおいで。あ、はい、おいでおいで。あ、じゃあ、お願いしてね。5名ぐらい大丈夫できたら。5名ぐらいがいい。5名ぐらい、うん、あ、さ、こんなに来たな。あ、5名って今話したよね、おじさんね。5名ぐらいがいいけど、まあ話ちっちゃおみ、言うのが遅かったから。遅かった、うん、で、またもう一個増えた。まだもう一人増えた。こんな人また来る。あ、そんな人まだ、どんどん来るね。どんどん来たよ、ね、あ、もうすごいことになってるな。子供たちに大人の恐ろしさを思い知らせたい。何するかだけ聞いている説教を。説教するのか。この中でちょっと五百先生、先輩代表でね、はい、じゃあ今日もちょっと見せてくれるか。やりたい人が、やりたくない人もいるかもしれない。今日ね、本当に期待されて来た人ラッキーだね。今日特別にね、私と同じ髪型の地毛持ってきてるから、これをかぶりながらやろうね。これが一つしかないわけよ。かぶりたい人、かぶりたい人がいないよ、いつも。いつもいないわけよ。こんなにって一人しかいないからね。だから出してから見せるんですけどね。あんたもかぶりたいよな。痛いって何？何？これをかぶる行為が、かぶることが心が痛いってこと？はい。こうかぶる、うんうんって。いいね。私はどうなるの？私はちげえだけど、ね、痛い。じゃあ大丈夫じゃん。誰かかぶりたいって言うの？かぶるか。はい、あんたかぶってよ。そうだね。はい、かぶる人。はい、かぶる人。これかぶって、さっきと同じ音楽もう一回鳴らすか。はい、これ、はい、あんた。はい、はい。じゃあ、あんまり無理強いはできないからね。いいね、あんた本当にいいね。いいね。お父さん、俺、写真撮ってあげるってよね。あ、ちょ、お父さん、俺。はい、はい。じゃあ、3名でいいか？あ、4名か。野口先生、はいはい、こちら断られました。あんなにあどけない笑顔で断られたんだね。はい、じゃあ3名。いやいや、じゃあ3名。じゃあ、ちょっかぶってる子は前に来い。前においで。その他のみんな真ん中に集まって。真ん中に集まって。で、さっきと同じ音楽鳴らすからさ。3名ね。はい、みんな回れ右。回れ右。一応私と同じ。さっき見たよね。わかるよね。なんとなく覚えたと。先生、女の子一人かぶりたいそうです。おいね、素晴らしいよ、あんた大物なのね。お兄ちゃん、よし、じゃあさっきの音楽もう一回流すから、はい、みんなで回れ右しようね。はい、回れ右。はい、1、2、3。はい、ご育先生が合図出すから、出すよ。合図に合わせてちょっと広がろう。みんな振り向いたりしてね。ちょっとみんな広がろうかな、危ないからね。はい、そしてステージから落ちないでよ。うん、動いてよ。私教えるから、同じように動いたらいいよ。はい、じゃあ関係者の皆さん、シャッターチャンスですからね、はい、今からね。はい、じゃあ、はい、順当行ってみましょう。はい、ご育園賞先生 with 沖縄一歳オールスターズシャッターチャンスのコーナー、チャメー。さあ、またですね。
さあそろそろ行きますよ。3、はい、1、2の3で、はい、はい、あ、行きました、行っちゃった、行っちゃった、1、2の3で、はい、はい、あ、いいですね、前に行くよ、1、2、3、はい、3、あ、次よ、3で、はい、はい、みんなで指さしてね、あ、次反対、3で、指さして、はい、いいね、いいね、いいですね、あ、次正面、あ、ちょっと、はい、あ、いいよ、いいね、かわいいポーズ、かわいいポーズ、はい、はい、かわいい、はい、いいの、最後連射、連射いくよ、連射、動いてよ、動いてよ、はい、動いて、動いて、動いて、はい、どんどん動いて、どんどん動いて、はい、どんどん動いて、はい、どんどん動いて、はい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 、じゃんじゃんと、はい、終了。土薬先生、沖縄祭オールスターズの皆さんでした。大きな拍手お願いします。出演していただいた皆さんには土薬先生の名刺をプレゼントいたします。幸せになれる名刺プレゼント。 ありがとうね。赤の T シャツのニーニーに返してね。はい、はい、みんなもらってね、名刺ね。はいはい、はいはい、ゆっくり降りてね。大丈夫か。はい、ありがとうね。はい、おい、ボイちゃん。はい、ありがとうございます。ボイちゃんだけど、まだ終わりじゃないから。帰るね、お前。あ、本当、もう、アルニーにも帰るね。ええ、もういいの？ドーナツ配りに。あ、ほんとに。いやおじさんたちにはドーナツあげない。小雪先生にあげないよ、ドーナツは。あっちにあげろ。あ、そっか。終わってから私たちにあげるのかなと思って、なんだったらもう終わる前に帰るからね。そうね。あと5分ぐらいよ。ああ、そうですね。はい、まあ、じゃあ頑張ってね。沖縄祭頑張ってね、盛り上げてね。はい。サビはまさか帰るとは思う。そうですね。まあ、五百先生の魅力がこれぐらいということをね、自覚していただければと思います。わかるよね。じゃあ早速もうラストの曲なんですけども、ね、時間的にね。そうだね。はい。そうですね。はい。ラストの曲って言いましたけど。ね、別に誰もこんな、とかないということだよね。それが大体なんかね、テレビとか見てたらね、うん、最後だよって言ったらね、なんか惜しまれる声がね。そうですね。あ、もう私もこれで最後だよ。すいません、本当にね、みんな本心はね、ちょうどいいぐらいと思ってたと思いますけども、すいません、ありがとうございます。ありがとうね。はい、じゃあラスト行きましょうか。行ってみようね。ラストはね、小雪先生のデビュー曲となっておりますんで、はい、まあ、小雪先生降りてからみんなのところに行くと思いますんで、はいはい、そこで握手したり、写真撮ったり、まあ、名刺もらったりしても全然大丈夫ですんでね。頭触ってもいいよ。ああ、いいんですか。ただ、はい、掴んだらダメだよ。掴んだらダメだよ。絶対ダメだよ。触ってみてください。大きい軽にバンバンね、うん。皆さん触ったら分かると思いますけど、とっても身近なことを思い出すと思いますね。皆さんの家庭にある足拭きマットと同じ感触ですけどね。誰の頭が足拭きマットと一緒だよ。ぜひ、触ってみてください。たとえ悪いよ。はい。じゃあ行きましょうか。はい、はい、はい。元気のそれ。はい、本郷さん。CD。5番かけなさいね。言わないでも分かるって言ってるでしょ。五百円勝負。何回言うんですか。花さ、栄勝負し、しゃめい。いよー。五百円勝負の、花さ、五百円勝負し、しゃめい。おー。さあ皆さん、こちらも手拍子で。